はいどうも、なおちんです。さあ今日もアーマードコア6をやっていきます。よろしくお願いします。今日ですけども、このミッションをやりたいと思います。ウィッチポイント襲撃ですね。これ2周目です。1周すべてクリアしました。で、装備はこれにもう落ち着きましたね。タンクなんだけども、軽量タンクですね。重量タンクの方を使ってたんですけども、こっちはどうしても被弾が多い。で、軽量に変えたところ、劇的に強くなりました。さあ、これで倒せるのかどうか、試してみましょう。それでは、バルデウス、行ってみましょう。とにかく張り付いていきます。とにかく張り付く。あ、やばいやばい、危ない危ない危ない。OK。ちゃんとガトリングの弾を残してから、行くね。OK。おちょっと待ってマジで余裕かもしれない。ちょっと勝てるかなとちょっと不安だったけども、いやいけるいける、全く問題ないね。危ない危ない危ない、あぶね。まあ問題はこっからか。でも大丈夫っしょ。危ない危ない危ない、ああじゃあ食らった。でも大丈夫。え、もうこんなになってる。ちょっと待ってね、リロード中。よし。弱すぎるやろ。はい、それでは戻ってきました。バルデウス余裕すぎ。こんなに簡単だった？俺かなりやり直したんだけども、いや2周目楽勝すぎるでしょ。いやむしろこの軽量タンクが強すぎんのよ。ぜひ皆さん使ってみてください。本当におすすめ。どこでもいける、いやどこでもはいけないけども、まあある程度のところはこれで何とでもなります。装備はもちろん両手ガトリングですね。で両肩に10連ミサイルを積んでます。こんな感じですね。はい、ぜひ試してみてください。2周目になるとバルデウス超余裕です。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。